さきちゃん、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 さきちゃん。今年の漢字を一文字で。はい、新しいっていう字ね。新しい。はい、どういう意味ですか？事務所にも所属させていただいて、うん、新しい環境になったし、うんうん、舞台に出させて、あ、なるほどね、新しい経験をさせていただいて、うんうん、新しいことがいっぱいだったのっていう意味で新しい。 OK です。じゃあその今空いてるところに来年の目標を書いてください。一つもう一つでもいいよ、三つでも。自信を持つ。おー、どういう心持ちで？基本的にネガティブだから、うん、なんかできないなとか、うんうんうん、そういうことをよく思って落ち込むことがあるから、うん、自意識過剰にならない程度に自信を持って活動を頑張っていきたいと思います。いいね。前向きに頑張っていきましょう。頑張ります。ほなみ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 。はい、今撮ってた。うん、今年の漢字を一文字で。完全についちゃったね。見せてください。なんかどういう意味？なんか舞台とか、うん、なんか結構泣いたなって。なるほど。プライベートでも泣いたなって思ってこの1年。オッケー、これにしました。はい、じゃあその空いてるところに、空いてるところにって裏の真っ白いところに、うん、来年の目標を。見せてください。舞台に出る、楽しんでできることを増やす。はい、はい、どういう心持ちでそういうの書きました？心持ち、うん、まだ、うん、できないことの方が多いので、来年はなんか一個ずつでも自分ができることを増やしていくのと、楽しむこと忘れないこと。はい、はい、OK です。はい、楽しく生きていきましょうね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。りゅうちゃん、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 近いよ。来年の、あれじゃあ今年の1年を一文字で、漢字一文字で表してください。了解です。いいよ。はい、はい、感じるのか、感謝の感かな。そうだね。はい、どういう意味でしょうか？今年はちょっと舞台とか見に行けるようになったりとか、うん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 、あとこの、まあ、あのレインボーの方で、うんうん、あのなんですかね、誕生日をお会いしてもらったりとかしたので、うんうん、感動したり、うん、感激したり、うん、っていう意味で。なるほどね。はい、皆さんに感謝をしてっていう意味で感です。OK、うんうん、です、はい、じゃあその裏面の真っ白のところに来年の目標を書いてください。はい、書けた？書けました。お待たせしました。見せてください。はい、じゃん。今年の自分を越すくらい楽しく幸せな年にしたい。はい、はい、今年幸せだったので、はい、うんうん、まあ、来年はもっともっと幸せにしたいのと、楽しく笑顔に過ごしたいと思ってます。いいですね、はい、楽しく生きていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、今年の、うん、何漢字、うん、を一文字これに書いてください。はい、じゃあ挑む、挑戦の挑。それは何でですか？今年はその事務所に入ったこともそうだし、このレインボーのねチャンネル作ったこともそうだし、あと個人的にはそのロゴ作ったりとか曲作ったりとか、いろんなことに挑戦した年だったなと思うので、この字にしました。よっよっ、イエーイ、いいね。じゃあ裏に、来年の目標。来年の目標ね。はい、続ける。その心はなんかね、これはね、その舞台が芸能の仕事だけじゃなくって、ちょっと挑戦したいことがいろいろあって、資格取りたいのもそうだし、あと来年30歳になるので、そう、30歳の誕生日までにやりたいこといっぱいあるなと思って、それをそう挑戦したいなって思ってます。いいね、いいね。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。のんちゃん、のんちゃん、はい、今年のんちゃんの1年を一文字で表して。光、なんで？なんか、うん、いろいろ活動できるようになって、うん、光が見えたから。なるほど。それ裏返してもらって来年の目標を書いてください。はい、
前に進む。はい、はい、どういう心持ちで、いろいろ活動だったりとか、あと自分のなんか目標に向かって、あと前向きにいろいろ頑張っていきたいと思います。 OK、 ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、 SNS フォローよろしくお願いします。